Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir sind gerade im New Game Plus und gehen jetzt erstmal in Hangar. Uns erwarten in dieser Folge sehr viele Zwischensequenzen. Und vor allen Dingen die Klinge, die er da hat. Fände ich gut, wenn man die resonieren könnte. Meine Logik ist unfehlbar. Aha. Fragt sich eher, wer das Schandmaul ist. So. Mal gucken, wie schnell er down ist. Ach so, das ist so ein... Oh, das war's schon? Lol. Das ist so ein Typ, der ständig wegrennt. ブレイドは何を言ってるの?ブレイドはいくら傷ついても再生する。けれどドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。私にはブレイドの気持ちがわかるんですって。 Den polieren wir jetzt die Feste. Tschüss. Oh, Zusatztasche, nice. Sehr gut.外線。気を失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う。こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクセ、罠だよこれは。罠?じゃ、ニアが処刑されるって触れは嘘?兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。 Ja, lass ihn liegen. So. Im Endeffekt könnte man jetzt einfach wegporten, aber wir müssen laufen. Verbindungsbrücke. Da ist ein Harmoniegespräch, aber das... Alles leer. War ja klar. Diese炎は… 炎の貴公子メレフ。メレフ。スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイン。カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。オーバーウーバー待ちぶせされていたみたいですね。通りでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。 やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ?私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。
そう。君は君で利用価値がある。しかし、レックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。全て歴史が語る事実だ。分かったぞ。ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら、力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいいやった。Also irgendwie, ich finde, ja, es gibt. Moment. Ich war gleich da. Der englische Synchronsprecher von Rex. Viele haben gesagt, dass er zu ausdruckslos spricht. Der japanische Sprecher, der spricht auf jeden Fall, sagen wir mal, mit mehr Ausdruck. Aber. Die Synchronsprecherin von Morak, die kommt mir irgendwie weniger enthusiastisch rüber wie die englische. どうした？君の意志の力とはその程度のものか？Tja, geteiltes Leben, geteiltes Leid. ホムラは渡さない。聖杯とか力とか。ホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえど、ドライバーがこれでは。やや。メレフ様、お気を抜かれずに。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろう。Einfallsloser Meister。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だが。あれはただの炎ではない。大丈夫かみんな。なんとかね。あの二人すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火。火は水に弱い。水。Jetzt kommt seine Idee. Hatta! Mina! Auto ist kurz, hast du Yosh, koi! Nigel, komm!
Ja, ja, renn nur hinterher. Ja, ja. So, kurto motta. Hana, tanu. Yokai desu. So, man muss ganz schön starkes Seil sein. Ne? Alter, was war das denn jetzt? Ein bisschen übertrieben. Dampfexplosion hier. Ich fühle mich gekränkt. Was ist das? Dieser Melf, wird sich in den Kampf verletzen. Ist das der Junge? そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。起点も効くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら。解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様？いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。Und die Wege werden sich ein weiteres Mal kreuzen. Mal schauen, wo es sich jetzt Rex und Pyra hin verschlagen hat. Ach stimmt, die sind nach oben gelaufen, zur oberen Ebene von Gorot. うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラも。しょうがない。じゃあね。お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ。ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって。それで争いが起こって争いに勝つためには強い力が必要でだからホムラを楽園の存在が証明されればそんな争いもなくなるかもしれないでもさっきメレフってやつと戦って分かった俺の力だけじゃホムラを守れないニアはドライバーだろ力を貸してくれると嬉しいんだAlter, wie er Thora einfach zur Seite schlägt. Anta, honki de sonna yotabanashi shinjiten no? Homura kara
故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいる。なら楽園だって。だろ？なんだよ、その毛布みたいな三段論法は。たく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけて、ある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です。お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。あいあいあい。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。いや、Überredet。 お嬢様、私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら、私らだって。Na ja, Leute wie Nia. Ach ja. Jetzt gibt's bestimmt wieder ein schönes Lagerfeuer. Sag ich doch. Lagerfeuer. Gomennasai. Zuyoku maki sugimashita? Ja, heiki. Zenzen heiki. Konna ni mawashitemo itaku mo kayuku mo. ですね。ありがとう。だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ピース。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫。かすり傷ですから。やるよ、俺が。ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。さ、できた。どう？うん、いい感じね、レックス。同じですね。え、ああ、うん、同じだ、ホムラと。Und Azurda schläft da im Helm. Kire. Ah. Kire da. Yappa. Homura ga okoshite kureta takibi da kara kana. Hm? Ah! Ja, sono henna imi janakute. Takibi okosu no jouzu datta na, tte iu ka. Ah ja. Tokui waza desu kara.Und damit ist Kapitel 2, Veranlagung, vorbei. Und ja, ich denke, wir machen auch hier mit der Folge wieder mal Schluss. War auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Sequenz. Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, irgendwie, wenn man sich die Szenen dann im zweiten Spiellauf, Durchlauf alles nochmal anguckt, dann sieht man manche Sachen mit anderen Augen. So, weil man ja im Endeffekt so im Hinterkopf schon die ganze Story hat,
wie sich was entwickelt. Und manche Dinge werden dann erst so beim zweiten Mal klar. Wenn ihr wisst, was ich meine, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschö mit Ö. Und danke fürs Zuschauen.